セデスは、塩野義製薬グループの塩野義ヘルスケアから発売されている一般向けの鎮痛減熱薬である。名前は、鎮痛を意味する英語、セットティブに由来し、読みやすく印象に残る名称ということで、怪文スペルのセットスとなった。1939年に、塩野義商店からセデス塩野の名称で、医療用医薬品として発売される。しかし間もなくして、 第二次世界大戦突入に伴う原料不足もあり、限られた量しか生産されることなく終戦を迎える。第二次世界大戦終了後、日本が徐々に活力を取り戻し始めた1950年にセデスに品名を改め、セデス城として一般用医薬品としても発売される。1960年から当時日活の女優として知られた。 清水まゆみを宣伝キャラクターに起用。質要の包帯を頭の上で結んだ画像と頭が痛い時すぐセデスのキャッチコピーで一般に知名度を浸透させるとともに、同社の一社提供番組、ミュージックフェアでもテレビ CM が放映されるようになる。1976年11月には、アミノピリンを配合していたセデス城に代わり、ヒピリン系のセデス映像が発売された。 1978年4月には、フェナセチンを含む、素性の異なる医療用のセデス G が発売されたが、服用し続けることによるフェナセチンによる腎障害などの副作用があり、2001年で製造中止となった。1987年4月2日には、セデス A 上に配合されていたブロムアレリル尿素をアレル,ルイソプロピルアセチル尿素に変え、無水カフェインを増量した。 新セデス城が発売された。1993年7月26日には、初のシリーズ品でかつ、セデス城以来となるピリン系のセデスハイが発売された。2000年代に入ると、バリエーションが増え、2005年7月1日には、若年女性向けにイブプロフェンを配合したヒピリン系のセデスキワを、2006年7月19日には、 ビタミン B1 誘導体を配合したヒピリン系のセデス V を発売。2009年4月から5月にかけて全製品のパッケージデザインが順次変更され、デザインが統一された。2010年9月にセデスハイと同一処方の下流タイプセデスハイ G と外用鎮痛症炎剤セデス VFR を発売。さらに翌月には服薬コンプライアンスの視点に立ち、 眠気を誘発する鎮静成,成分を無配合としたヒピリン系セデスファーストが発売された。2015年7月にはシンセデス城とセデス杯にプロモーションの連動企画としてドレスをモチーフとした期間限定パッケージ品を発売した。どちらも小容量の10畳入りでの発売だが通常のシンセデス城は最小容量が20畳入りのため シンセデス上の十条入りは今回の期間限定パッケージ品に合わせて設定されたものである。2016年4月に日本国内におけるコンシューマーヘルスケア事業の子会社設立による分社化に伴い塩野の義ヘルスケアへ移管された。2020年にシンセデス上、セデスハイ、セデスハイ G をパッケージリニューアル。 SDGs に対応したユニバーサル仕様へ移進され、医薬品のパッケージでは世界初となるアクセシブルコードを導入。パッケージに QR コードを印刷してデボス加工を施し、スマートフォンなどで読み取ると自動音声による読み上げ機能で用法、容量の説明等を受けることが可能で5こと後に対応する。このか。 ピクトグラムによる効能の表現や製品名、製品情報に英語表記を加えたほか、シンセデス状とセデスハイは、側面にあった開け口が上部が大きく開く形状に変わり、開いた蓋の裏面に、用法、容量が大きく記載された。なお、シンセデス状とセデスハイ G は、同年4月より、セデスハイは、同年6月より順次切り替えとなる。 現在発売されている製品はすべて指定第二類医薬品となる。塩の義製薬が発売する処方箋医薬品の SG 配合下流はセデス G の成分をフェナセチンからアセトアミノフェンに変えたものである。塩のギヘルスケアが発売する一般用医薬品のセデスハイ g は SG 配合下流と同一処方、同一在系の製品である。2016年現在、 後発品はない。なお現行の CM ソングは、小木の目洋子が出演し、1987年から放映された CM で使われたものが、アンジェラ・アキが出演した CM を除き、今日まで使用されている。ありがとうございます。